平野翔、神宮寺優太、岸優太からなる3人組グループ、ナンバーアンダーバーアイが、今日12日にテレビ朝日系、ミュージックステーション、初出演を前に、番組の YouTube チャンネルで3人だけでのトークを先行公開。11日午後9時に公開された第1弾の動画では平野が、W 優太に悩みを相談し、3人の絆に反響が広がっている。動画、 ナンバーアンダーバーアイが3人だけで語り合うエムステ未公開トーク動画日本 YouTube では今夜番組で放送する VTR には収まらなかったトークを先行公開3人だけの空間でトークしデビュー曲ボートやエムステで初披露する富士への熱い思いなどを語り合う平野は自分たちで動かないといけない頼ってちゃダメだとの思いから自ら動いてボート のトラックを見つけたという。そこから三人でスタジオにこもり、原型がほとんどなくなるほどブラッシュアップしていったことを明かしている。さらに平野は、悩みっていうか、ガチな真剣なやつなんだけど、と二人に切り出すと結構ダンスもこだわってるじゃん。結構俺が言っちゃったりするじゃん。ダンス固めようとか、ここもうちょっとこうした方がいいとか。うざくない、と不安をとろ。 真剣な眼差しで聞いていた騎士は、全くうざくないよ、神宮寺は、助かると即答した。さらに、こうやったら神、神宮寺、とか騎士くんかっこいいなと思うやつを結構言うじゃん、と心配する平野に、確かに言ってくれるね。いいものができるんだったら絶対固めた方がいいし、神宮寺、リスペクトできてるから、騎士、と心配無用であることを伝え、三人で握手を交わす。 ナンバーアンダーバーアイとして初出演するエムステに向け、平野は、嬉しいな、エムステに出られるって、と喜びをかみしめ、堂々としてる俺らを見てもらいたいね、と話している。ファンは、翔くんの悩みへの W ユータの言葉に泣きそう。真剣な翔くんの悩みを優しくくるみ込んでくれる二人が大好きです、と感激。三人の関係性の深さを感じる、三人の絆がとても深く、 関係性が素敵すぎて感動しました、と3人の絆の深さが伝わる動画が反響を呼んでいる。今日12日正午には第2弾の動画も公開された。